はーい、ケンケンです。今日は前回の動画で焙煎したグアテマラを飲んでいこうと思います。焙煎が完了して10分ぐらいしか経ってないんで、超焼きたてってことで飲んでいこうと思います。その前に少しだけ前回の焙煎の様子を見てみましょう。はい、というわけでこんな感じで焼き上がったやつですね。この豆のプロフィール見ていきましょう。グアテマラのアンティグア・ラ・アゾテア農園、標高は 1645m、 品種はブルボン、精製方法はウォッシュド、等級はストリクトリーハードビーンストリクトリーハードビーンとなっております。はい、それではね、早速入れていきましょう。今回は豆を 20g 使っていきます。はい、それではゴリゴリと引いていきます。今回もね、パウダーコントロールストッカー使っていきます。パウダーコントロールストッカーってコーヒーめっちゃ美味しくなっていいんですけど、めちゃくちゃコーヒーが散らばっちゃうんですよね。私の扱い方が悪いんですかね、ちょっとわかんないですけど。はい、こんな感じです。やっぱり粒度が揃ってないですね。30秒間振っていきます。こんな感じでね、大量の微粉が取れました。今回のドリッパーはハリオの V60 を使っていきます。安定ですね。はい、湯通しもしておきます。湯通しはね、ドリッパーを温めるのとサーバーを温めるのとコーヒーフィルターの紙の匂いを取るっていう、はい、作用があります。やっぱりめっちゃ粒度揃いますね。当然ですけど気持ちいいですね、見てるだけで。油温は82度に設定してます。それではね、蒸らしていきます。どうぞムラムラをご覧ください。めっちゃムラムラですね。どうですか皆さん、ムラムラしてますか？それでは第2投ですね。焙煎直後なんでガスがめっちゃ出てきて非常に入れにくいです。ただ見た目はめちゃくちゃ映えますね。
さあ、美味しそうな音も聞こえてきますね。この音はあれですね、安らぎますね。抽出のデータ載せようと思ってたんですけど、ちょっとデータを取るのを忘れてしまって申し訳ないです。次のドリップ動画には必ず載せます。ブリューレ賞は確か15だったと思います。はい、というわけで抽出完了したので飲んでいこうと思います。はい、それでは飲んでいきます。グアテマラアンティグアのシティロースト、焙煎から20分ぐらいですかね。超焼きたてをいただきます。やっぱり焼きたてってのもあって味が落ち着かない印象ですね。苦味も酸味もともに弱い感じがして、甘みもあまり出てないですね。あと焙煎の時のスモーキーな感じ、あの感じがちょっと目立ちますね。やっぱりコーヒーは焙煎してから少し置いて飲むものだと思います。 1,2 時間置いてあげるだけでもね、だいぶ甘みが出てくるので、どうしてもその日に飲みたかったら1,2 時間だけ我慢して飲んでみてください。はい、というわけで超焼きたてのコーヒーを飲んでみました。この動画がねいいねと思ってくださった方はチャンネル登録、コメント、高評価の方ぜひよろしくお願いします。 Twitter と Instagram も毎日更新しているので、概要欄のリンクから飛んでフォローお願いします。それでは次のコーヒー動画でお会いしましょう。ではまた。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは最近コーヒーにハマった私の普段の感じを垂れ流していこうと思っています。チャンネル登録、コメント、高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた。